さあ、まずはですね、じゃあキャストの方々にいろいろ伺いたいと思うんですけど、まずは、まあやっぱりこちらですよね、安本くんに。はい。はい、主人公、ほおずき決定しまして。はい。率直な感想と、あともうこれは何やねんっていう話ですよね。これですか？今日、はい。イベントをやりますってのを聞いてて、はい。カナバあったらいいっすねって。軽い気持ちで言ったよ。まあ、きっとカラーバットに黒いテープ巻いたやつが出てたんだろうなと思ったらガチが来ました。ねえ。すごい。それは金なんですか？だいぶ当たると言いたい感じ。金出てきてる。素材はそんなに重たくはないんですけど、結構やれますよ。でもいい。君が持ってるから重さが分かんないよね。本当は3メーターぐらいありますから。ちょっとね、遠近感がちょっと分かんないと思いますよ。はいちょっと遊ばないで危ないからあどこまでも行ってしまうのねあどこまでも行ってしまうパターンねまあでも、ねはいはい、僕あの原作ずっと読んでたんで、はいはい、普通に撮っちゃった、はい、話していいね気が散る気が散る話していいね話していいね、はい、松山さんいた松山さんあれきっとボケるな松山さんまあまあお気になさらずどうぞどうぞじゃねえ気になるよねはい、はいまあ、僕原作まず普通に読んでたんで原作読んでらっしゃってまあだからいろいろちょい声ネタみたいなのがあってあ、うん、決してハイトーンの子ではないんだなってことは分かってたんですけど、はいはいはい、オーディションの話が来て、はいまあ、言うても、うん、アニメになったらそういうところじゃないところで決めていくんじゃなかろうかと思ったら、うん、何それ卑屈になってたんですけど何があったでもスタジオに呼ばれてはい、それでまあ確か、はい、大事な話確かあの時に遊佐、はい、さんもいらしたんですけど白拓役候補の何人かと掛け合いをして、うん、それでしっくりくる組み合わせでみたいな感じでやりましたやりました、うん、通常ねオーディションって一人ずつやるんですけど今回はちょっと上坂いいかなちょっと待ってくださいいいかなあか意外と持ち合わせ僕も喋りながら横で分析こうつまみ出されますよ分析ただでさえステージ上で武器と武器をしてるやつって決して危険物じゃないですよね。本来であればね、僕一番安本くんが見えやすいはずなのに、なぜかあんまり見えないから。トゲトゲが見えちゃうからね。あ、どうぞ。はい。どうぞじゃねえよ、だから。結構。回収しまーす。長底さんが回すから。聞いてたわ、君ら。これあのラジオで編集して流すんですよね今のところもぐっちゃぐちゃだよそうもう絵的な笑いしか欲しがらないねえで、まあ、何人か候補の方と、まあ、それも、ね、ご立派な方々だったんですけど、はい、掛け合ったり、はい